ということで今回は前回に引き続きこちらブラックシンカリオンオーガ。前回はね新幹線モード、そしてウェポンベースのね変形方法を紹介したんだけど、今回はブラックハヤブサシンカリオンモード、そして超進化シーンの方も再現していきたいと思います。よし、じゃあね、最初はこちらブラックハヤブサから組み立てていきたいと思います。まずはこの後ろにいるブラックシンカリオン号が新幹線モードの中間車で、この中間車の後部、ここにね、ついているブラックハヤブサボディを取り外します。そして今取り外したブラックハヤブサボディのウィングカバーを開いて、で、ブラックハヤブサボディを開きます。中に収納されているブラックハヤブサの頭を取り出してボディを閉じます。その時にここについているねジョイント部分を起こして、これでブラックハヤブサの中心になるハヤブサボディのね変形は完了です。そして次に前回の動画でね完成させたウェポンベースを一度ね合体前の状態に戻して、で、この中からこちらウェポンベースの中心部分グリップ、このグリップに飛来心ブレードユニットを取り付けて、あ、で、この時グリップはウェポンベースの時と逆、反対のね、この裏面を使うんだけど、こんな感じにね、ちょうど飛来心ブレードユニットはサンダーウィングが外側に来るようにこんな感じにセットします。で、反対側も同じようにサンダーウィングが外に向くように飛来心ブレードユニットをセットして、今度はさっき準備が完了したブラックハヤブサボディにウィングユニット AB、そして今完成させた飛来心ブレードユニットをね組み合わせたパーツを取り付けます。そしてハヤブサボディのこの部分、ここにあるねジョイントにウィングユニット B をセット、で、反対側には同じようにウィングユニット A をセット。そして今度はブラックハヤブサボディの後ろにあるここにもねジョイントがあるんだけど、ここにさっきね組み合わせた飛来心ブレードユニットのパーツをセットするんだけど、この時飛来心ブレードユニットはさっきね作った形からくるっと回して裏側、この面が上に来るように取り付けます。で、ウィングパーツ飛来心ブレードユニットを取り付けた形がこうなるんだけど、もうねこれで9割型完成かな、ということでラストスパート組み立てていきましょう。ってことで一度中間車に戻って、この部分、ここにね中間車カバーがついているんだけど、この中間車カバーを一度取り外して、中間車カバーのこの部分、ここにもねジョイントがあるので、このジョイントを起こします。で、ここでバイキンの女王のワンポイントアドバイス、このジョイントはねこのままだと起こすのがなかなか難しいんだよね。で、そんな時はこちら、ここにあるねパネルを起こして閉じると、あら不思議、ジョイントが出てきます。これはねマーク2で遊んでいる時に覚えた方法なんだけど、便利なのでねぜひ活用してみてください。で、今度は中間車カバーのこの部分、ここにね穴があるんだけど、この部分にこちらブースター、このねブースターをちょっとね上が出っ張っている方が上に来るようにこんな感じに取り付けます。で、反対側も同じようにジョイントを起こしてブースターをセットしたら、今度はこのパーツをハヤブサボディのこの部分、上の方にある2箇所の穴に中間車カバーをぐるっと回して、ジョイントはねこの位置に来るように合わせたらセット。これでブラックハヤブサは完成なんだけど、説明書の方を見たら、中間車カバーのこの部分、この部分にね2箇所穴があって、ここにねフリーゲージ金棒を取り付けることができるということで、フリーゲージ金棒も取り付けていきましょう。ってことでブラックハヤブサの完成で、これやばくない？ウェポンベースもさかなりかっこいいなって思ってたけど、これすごいね、やばい、かっこよすぎ。これオーガとは別に単体で発売しても絶対いけるよね。これなら上空探査機ハヤブサもこのぐらい派手にしてよかったよねってね思っちゃうぐらい華やかで強そう、かっこいい。あ、そうそう、見た目のねかっこよさはもちろん、作りの方もね上空探査機ハヤブサから進化していて、この部分ハヤブサボディのねウィングカバーなんだけど、あーあと中間車カバーもかな、
マーク2の時はね、正直なところ結構外れやすかったんだよね。でもね、今回のブラックハヤブサは簡単に外れません。ちょっとね、激しめに揺らしてみてもご覧の通り外れないし、衝撃を与えてみてももうね、全然外れる様子がありませんって感じでね、だいぶ改良されているので、大きなお友達はもちろん小さなお友達までね、思う存分楽しんで遊べるのではないでしょうか。ジョーもね、この後の超進化新再現で結構ね、これは助かるんじゃないかなと期待しちゃってます。ということで、以上ブラックハヤブサでした。さあ、続いては皆さんお待ちかねのこちら、シンカリオンモードに変形していきましょう。ってことで、ブラックシンカリオン号がシンカリオンモードなんだけど、基本的なね、変形方法は E5 Mark II の時とほとんどね、同じなので、違いは1箇所ぐらいかなっていう感じなので、少しね、簡単に説明させてください。じゃあね、まずはこちらから変形していきましょう。交尾車、交尾車はね、シンカリオンモードの下半身部分になるんだけど、まずは新幹線パネルを左右に開いて、で、開いた新幹線パネルをこんな感じに起こします。で、足の部分を開いて、足をね、下の方にこんな感じに伸ばします。で、この時、この連結器はね、後ろの方にこんな感じに動かして、で、今度はこちら、つま先をね、引き出すように前に動かします。で、膝アーマーを上の方にぐぐっと動かせば、交尾車、下半身部分の完成。で、次に変形するのがこちら、戦闘車。戦闘車はね、シンカリオンモードの上半身部分になるんだけど、この戦闘車にね、マーク2にはなかった変形工程がね、一箇所あって、それがね、このエレクホーンなんだけど、まあ動き自体はすごく簡単で、単純にね、アタックモードの時と同様に前に倒すだけです。実はね、マーク2との違いはここだけで、あとはね、基本的に同じなので、この後もね、テンポよく変形していきたいと思います。じゃあね、次に動かすのはこの部分、戦闘車の後部パネルを起こして、連結キーホルダーを後ろの方に倒します。こんな感じだね。で、次に後部パネルの突部を戦闘車上部のこの部分、ここと合わせるように後部パネルを倒してセット。で、続いてはここにあるね、ジョイントを横に動かして、さっきのね、後部パネルの時のようにこのね、穴の部分に合わせるようにサイドパネルを折りたたみます。で、反対側も同じようにサイドパネルをセットしたら、今度は戦闘車のノーズ部分を折りたたむようにね、下にぐぐっと動かします。で、この状態から今動かしたノーズ部分を胸部の前まで動かして、カチッというまで押し込めば、ブラックシンカリオン号が上半身部分の完成。で、今完成した上半身と下半身部分を合わせて、で、次が最後の変形工程になります。こちら、中間車。中間車を2つに分けて、まずは左腕になるこちら側から、向かって右側にある腕を下の方に動かして、90度回転。この時、連結器を上に上げます。で、その裏側のここの部分にね、ジョイントがあるので、このね、2箇所を合わせるように折りたたんで、で、拳を出します。これでね、左腕は完成なので、右腕もね、同じように変形して、これで中間車、腕部分の変形も完了です。で、今完成した腕を後ろでね、待機している胴体にセット。危なく忘れるところだった肩パネルを縮めて、で、肩を45度後ろに動かします。最後に大釜マスクを取り付けて、ボディゲージ金棒を拳に装置すれば、ブラックシンカリオン号がシンカリオンモードの完成。
さあシンカリオンモードも完成したということで、続いてはこちらラベルの貼り方っていうことでね、ちょっとね順番を間違っちゃった感が否めないんだけど、こちらのシール全15枚を貼っていきたいと思います。じゃあね、足元から順番に、まずはこことここに8番と9番のシール、で今貼ったシールの少し上のこの部分、ここに10番のシール、反対側に11番のシール、で今度は少し上のこの部分に4番5番6番7番のシール、そしてここはねちょっと貼りにくいんだけど、ノーズの下のこの部分、ここに3番のシール。続いてノーズ部分に4箇所、12、13、14、15番のシール。で今貼ってみてねちょっと思ったんだけど、この12番と13番のシール、かなりね角度的に貼りづらくて、貼り方としては一度ライトカバーを取り外した状態で貼った方が貼りやすいんじゃないかなと思います。今日はねライトカバーを取り外してから貼りました。で今度はこれは肩の部分と言えばいいかな、ここに1番のシール、で反対側に2番のシール、で一番最後に失敗が許されない大賀マスクの目の部分に16番と17番のシール。これでブラックシンカリオン大賀全15枚のシール貼りも完了です。よし、じゃあね一度シンカリオンモードに変形したオーガを新幹線モードに戻して、今回オーガにはね進化が付属していないので、こちらブラックシンカリオンの進化を代用して始めましょう。いくよ、チェンジシンカリオン。はい、っていうことで今回はデラックスシンカリオンシリーズ103ブラックシンカリオンオーガからブラックハヤブサの組み立て方、そしてシンカリオンモードの変形方法、そしてね超進化シンの方を再現してみました。いやーさすがラスボス、圧巻のかっこよさだね。っていうことで次回はブラックシンカリオンオーガ最強のフォームチェンジ、ライジングモード、そして快晴サンダー形態に変形していきたいと思います。そしてブラックシンカリオンオーガもちろんね、バイキンのジョーのチャンネルではシンカリオンのね動画をたくさん配信しているので、そちらも合わせてチェックしてみてください。シンカリオンの他にもね、男の子向け女の子向け、小さなお友達から大きなお友達まで家族でね楽しむことができる動画をたくさん配信しているので、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。次回の動画もお楽しみに。バイバイキン。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので概要欄からフォローお願いします。せーの、バイバイキーン。